今節のコース取りのキーマン深川多道石川の3選手がここ対決です。一般戦の第3レースメンバー1号艇佐賀の深川慎治、2号艇福岡の武井隆、3号艇福岡の多道実、4号艇福岡の三笘照之、5号艇長崎の樋口亮、6号艇福岡の石川慎治、以上のメンバーです。136とそのキーマンたちが入っていきます。今1号艇の深川慎治がしっかりと主張、予選2勝を飾り準優まで戦いました。さあここはインカラです。そして2コースが3号艇多道実、2日目渾身のスタートから快勝、最終日はこの1回乗り。そして3コースは6号艇の石川慎治、飲水域深川多道となりまして今節初の3コース戦、ここがラストバトル。4コース角の位置は2号艇の武井隆、そして5コースに4号艇三笘照之、大外は5号艇の樋口亮、スロー3艇ダッシュ3艇と分かれています。第3レース内側から1番3番6番2番4番5番の並びスタートしました。一般戦の第3レース、1番3番そして角2番がいいスタート。1幕出ていく2号艇の武井隆が内3人飲み込んでまくっていった。そのまま主導権奪います。スタートは前提正常でした。内3人のベテラン飲み込んだ。先頭は2号艇の武井、その後ろ2番手は4番と5番が並んで2幕、トップで2号艇の武井隆折り返します。2番手4号艇の三笘が回る、そのまま4号艇の三笘照之が2番手前、3番手が5号艇の樋口亮、レースはこれより2周目です。先頭を走るのは2号艇の武井隆、2周1番から向正面です。そして2番手に4号艇三笘照之、3番手が5号艇の樋口亮、上位3艇は2番4番5番ダッシュの3人が形成。さあそのすぐ後ろから1号艇の深川が詰めてきました。2周の2マーク前の2人は2番4番と折り返した後、3番手5号艇の樋口が回る。1号艇の深川差してホーム側も、3番手はキープ、5号艇の樋口、1号艇の深川4番手、さらに後ろは6号艇の石川、3号艇多道です。最後のバック先頭2号艇の武井隆、2番手は4号艇三笘照之、3番手5号艇の樋口亮、上位3艇は2番4番5番245、この決着ならば3連単のオッズは 28.2 倍となっています。最終コーナー先頭は2号艇の武井隆、角の4コースからまくりました。2番手が4号艇三笘照之、3番手5号艇樋口亮と回ってゴールを迎えます。先頭2番五輪、4番五輪、5番五輪、1番6番、3番五輪、以上前提五輪しました。